おはようございます。私は、成長の家本部講師の水島育子です。第3回目の本日は、谷口淳子成長の家白鳩会総裁の著書、平和のレシピをテキストに、人と地球に優しい食とは、というテーマでお話をさせていただきます。最近は、三大栄養素のうち、ご飯などの糖質を控えて、 お肉などをしっかりとる、糖質制限が流行っていると聞く一方で、玄米食などご飯を主とした食事を進める動きもあり、何を食べるのが良いか、食をめぐる情報が溢れていると感じます。我が家では今は家庭で牛肉や豚肉、鶏肉などのお肉を全く食べませんが、結婚した9年前、 夫はお肉が大好きでした。食事といえば、お肉とご飯が中心の生活を長年送ってきたそうです。大根も白菜も避け、茄子は20代の半ばまで食べたことがない。オクラは大人になるまで知らなかった。というほど、極端に野菜を食べず、お肉に偏った食事をしていました。一方で私は、食事は、 野菜や魚が中心の家庭で育ちましたので、最初は少し驚きましたが、日々の食事の大半は夫の好きな肉料理を出していました。しかし実はお肉を食べるということはいろいろな問題につながっています。ここで本日のテキストの228から230ページを引用します。少し想像してみてください。 一つの部屋に十組の家族が十個のテーブルを囲んでいるとします。その中で豊富な食料が載っているテーブルは二つだけなのです。それだけではありません。このあり余るほどの食料を目の前にしている二つのテーブルの人たちだけで世界の穀物の約半分を消費しているのです。それも直接食べているわけではありません。 豊かなテーブルの人たちは、豊かになればなるほど、肉食の割合が増えていきます。すると、それらの人たちが食べる牛や豚、鶏などの飼料として、たくさんの穀物が動物たちのお腹に入るのです。地球温暖化により、気候変動が起こり、穀物の生産量は限界に来ていて増えていません。そうすると、 貧しい人々の食料はさらに少なくなり、上に苦しむ人の割合も多くなります。残りのテーブルのうち、何とか空腹を満たせる食事、お腹いっぱいにはならないけれど、テーブルの上には食べ物があるという状態は、6つのテーブルです。そして、最後の2つのテーブルには、ほとんど食べ物がありません。食べ物のないテーブルでは、 少ない食べ物の取り合いが起こります。そこでは幼い子供や年老いた人は取り残されて飢えて死んでしまいます。これは地球全体を10個のテーブルとして比喩的にお話ししたものです。これが今の世界の不平等さです。引用を終わります。肉食には動物の命を奪うという問題以外に、 豊かな国の人の肉食が増えることによって、食べるために育てる牛や豚や鳥に餌として与える穀物が増え、結果として同じ人類の食料を奪うという問題があります。お腹いっぱいに食べることができない人は、たくさんの食べ物に囲まれ、残ったものを捨ててしまう豊かな国の人に対して、憎しみや不平等の思いを募らせるでしょう。 世界は豊かな人と貧しい人に分断され平和を阻害することにつながります。また、肉食には放牧用地のために森林が破壊されたり、動物の死尿などによって土地や水が汚染されるという環境に関わる問題もあります。私の夫は肉食がこうした問題を引き起こしていることについて以前から知識として知っていました。 しかしそうした知識があったからといって、日々の食事を変えようとは思い至らなかったようです。私は成長の家を信仰する家庭に育ち、すべては神において一体であるということを教わっていました。一体であるということは、自分も動物も一つである。つまり同じ命のつながりの中にあるということです。また、 肉食が引き起こしている環境問題などについても知れば知るほどできればお肉を下げた食生活をしたいとは思っていました。しかし一方で結婚したばかりということもありお肉を控えた食事を強制しても夫は面白くないだろうという考えで肉料理を出していたのです。ある時夕食にチキン南蛮という料理を作りました。 宮崎県が発祥とされる鶏肉の料理で、鶏肉の唐揚げを甘酢に絡め、タルタルソースをかけた、ボリュームがたっぷりの料理です。その時、ふと思いついて、夫の分は鶏の胸肉を使いましたが、自分の分は車ふというふを使って作ってみました。ふは味気ないイメージがありますが、特に車ふは乾燥から戻すときに、 下味を工夫してつけると、しっかりした味になります。食卓にそれぞれの料理を置き、夫に説明をすると、夫は、そっちの車麩を食べてみたい、と言って食べ、美味しいじゃない、肉じゃなくてもいいじゃないか、と言いました。私は、目から鱗が落ちたような気持ちで、そうか、お肉かそうでないかではなくて、美味しければいいんだ、と思い、 それから、お肉を使わない料理に挑戦するようになりました。お肉を使わない料理を、成長の絵では、ノーミート料理と呼び、おすすめしています。お肉を控えることは、一見、何かを制限する、我慢するといったマイナスなイメージを伴うかもしれませんが、楽しみながら取り組むことで、帰って、新しい味や作り方と出会う、とても創造的な取り組みだと気づきました。 カレーライスはお肉を使わなくても魚介類を使えばシーフードのカレーになります。また野菜だけでも美味しいカレーができます。肉じゃがのお肉の代わりには仙台風などの麩を使います。ハンバーグは潰した大豆に玉ねぎやナッツ類、キノコ類などを入れるなど野菜中心の様々な美味しいレシピがあります。このか大豆タンパクと呼ばれる 大豆加工食品はお肉に似た食感があり肉料理に代用として使うことができます。幸い今は雑誌やインターネット上にもいろいろなお肉を使わない料理の作り方が出ています。そのようなものを見たり自分で工夫したりしながらレシピを増やしていきました。最終的には1年ほどでハムやソーセージなど加工肉を含めて 我が家では全くお肉を使わなくなりました。家庭でお肉を食べなくなって7年ほどが過ぎますが、私も夫も、その後授かった2人の子供も、特に健康に問題もなく、元気に過ごすことができています。肉好きだった夫は、野菜を何でも美味しいと食べるようになりました。今では新聞の折り込みチラシで、スーパーなどのお肉の安売りを見かけると、 こんなに肉を食べなくてもいいのになぁ、などと言っています。ここで本日のテキストの226から227ページを引用します。成長の家の食事の真事には、食事は事故に宿る神に備え物を剣ずる最も厳粛な儀式であると示されています。人間が神の子であるというのが成長の家の根本心理です。その神の子の使命、 生きる目的は、神の御心を権限すること、すなわち神の善をこの現象界、現実の世界に表現することです。そのために私たちは、肉体をもってこの世界に生まれてきました。目的を叶えるためには、表現の道具である肉体が健康でなくてはなりません。肉体は、人間自身ではなく、肉体の奥に宿る、霊的実在が人間です。 霊的実在である神の子人間の目的を達するための道具としての肉体は神の宮とも言われます。その神の宮が素晴らしい働きをして神の子本来の使命を果たすために機能することが肉体を持っていることのそもそもの意味です。だから真事には食事は事故に宿る神に備え物を剣ずる最も厳粛な儀式であると示されているのです。 引用を終わります。真珠とは、成長の映像始者、谷口正春初代総裁に、神から示された言葉のことです。成長の家では、人間は本来、無限の可能性を持った素晴らしい存在であると考えます。神様の素晴らしさをすべて受け継いでいるという意味で、神の子と言います。それを表現する舞台が、現実のこの世界です。 私たちは肉体を手段として現実のこの世界を生きています。食事はその肉体を健康に維持するために大切なものなのです。肉食を控えるということは動物の命を奪わない、他の人類の食料を奪わない、環境を傷つけないことにつながります。他から奪わない食事ができるということは自分の深いところで喜びが湧いてきます。なぜ 喜びが湧いてくるのかといえば、本来の自分自身が動物も遠い国の人たちも地球環境に生きる植物や生物たちも同じ命のつながりの中にあることを知っていて心の底に良いことをしたいという願いがあるからです。肉食をしないということは善の表現でありだからこそ自分の深いところから喜びが湧いてくるのです。私は、 楽しみながらお肉を使わない料理に取り組んできたとお話し,しましたが、最初から料理が好きなわけでも、得意なわけでもありませんでした。むしろ、一人暮らしをしていた十数年間で、ほとんど自炊もせず、コンビニエンスストアや、居酒屋に頼った食生活をしていました。結婚した頃、それまで勤めていた会社を、うつ病が原因で辞めた私は、まだ完全に回復しておらず、 通院を続けていました。当時は仕事もしておらず、時間があり余っていたため、それまでほとんどやったことのない料理をして、一日を過ごすようになりました。料理の本に載っているレシピを、片っ端から順に作り、パターンを覚えていきました。その中でお肉を使わない料理を作る楽しさに気づき、取り組むようになったのです。ここで、本日のテキストの 238ページを引用します。私たちは困っている人、災害に遭った人、難民などに物資を送ったり献金をします。肉食からノーミートに転換することは、貧しい国の人々に献金をするのと同じような効果があり、大きな愛業であり、善行といえます。そのように考えれば、毎日の食事から少しずつ肉を減らしていくことを、 信仰者ができないはずはないと思います。私の家庭でも肉食をやめて十数年になりますが、魚や野菜だけで毎日美味しくお食事をいただいています。そのような食事は気持ちの上でも大変満足できるものです。そして健康に過ごしています。引用を終わります。愛業とは人に愛を与えることを言います。 笑顔で挨拶をすること、親切な行いをすること、いずれも愛行ですが、肉食をやめるということも愛業になります。人に心を込めて料理を作るということは、それだけで食べてくれる人に愛を与えること、愛行ですが、さらにそれがお肉を使わない料理であるなら、結果として多くの人に愛を与える愛行となるのです。一般に、 現実と呼ばれるこの世界は人間が本来持つ素晴らしさを表現する舞台です。現実のこの世界には因果の法則、同反動の法則と呼ばれる法則が働いています。奪うものは奪われ、与えるものは与えられるという法則のことです。自分の行いの結果は自分に返ってくるということです。この法則を 私たちはむやみに恐れる必要はありません。しかし、法則を理解し、法則にのっとった生活を行うことで、より明るく、他を犠牲にしない生活を送ることができます。私の勤務する成長の英国際本部、森の中のオフィスには、職員のための食堂があります。この食堂では、豆腐や魚、野菜などのノーミート料理を提供しています。 オフィスで毎年秋に行う、地域の方も来場していただけるイベント、成長の家、自然の恵みフェスタでは、食堂のメニューも一部提供します。2017年は、大豆タンパクを使ったジャージャー麺や、キノコ類を使った中華風スープであるキノコのサンラータンなどを提供しました。ジャージャー麺は、一般的には中華麺の上に、 豚ひき肉や細かく切ったタケノコなどを炒め、味噌で味付けした肉味噌をのせる料理ですが、ひき肉の代わりに大豆タンパクを使いました。サンラータンは酢の酸味を効かせた辛味のあるスープで、一般には鶏肉が入りますが、お肉は使わず、たっぷりのキノコを使いました。来場者からは、お肉を使わなくてもこんなに美味しいのですね。 などという感想をいただきました。一日に3回いただく食事は習慣性が強く、お肉を当たり前に食事に取り入れている場合には、変えていくのに時間がかかることもあります。しかし、肉食がもたらすいろいろな問題を踏まえ、食事を選択するときに、できるだけ他を犠牲にしない食事を考慮していくことをお勧めします。お肉を控えた食事は、 苦しいものではなく、むしろ豊かなものです。今日の食事の選択が、世界の平和や環境の保全につながっているのです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。